はいどうも皆さんこんにちは、 IQ180 の犬です。よろしくお願いします。今日は最近買ったアイテムを2つご紹介したいと思います。はい、1つ目がこちらのディーゼルのパンツになります。ディーゼルは1978年に創業されたイタリアのブランドで、創業当時はデニムを主力商品としており、現在でも一番人気のアイテムとなっております。以前はヤンキー御用達ブランドみたいなイメージがあったと思うんですけど、今ではおしゃれな人がよく着ています。変化のポイントは2020年に Y プロジェクトのグレン・マーティスがクリエイティブディレクターに就任したことで、ブランドのイメージが大きく変わっています。服のデザインだけではなく SNS 戦略やサステナビリティへの取り組みに力を入れたことで、ブランドのイメージを大きく変化することに成功しました。今回購入したのはこちらのレイヤードパンツです。お値段は 61,600円で、サイズは50を選びました。ディーゼルでデニムをいろいろ試着してたんですけど、最終的にこのデニムが一番気に入りました。 D ライズという定番のルーズなデニムもあるんですけど、まあ、同じ色のアクネのデニムがあるんで、まあ、優先度的にこっちにしました。まあ、アクネのデニムと全然シルエットも違いますし、汎用性で言うと D ライズの方が絶対いいんですけど、まあ、今回はちょっと初ディーゼルということで逆にこっちの奇抜な方にしました。このデニムの最大の特徴はデニム生地の下にポプリン生地がレイヤードされているところです。途中で縫い付けられてるわけじゃなくて、完全に裏地がポプリンの生地になってて、そこからずっと下まで生地が続いているという、デザインになってます。最初はスタイリングが難しいかなと思ったんですけど、同系色で合わせると意外と違和感なく着ることができます。またパンチのあるトップスとも相性がいいのかなと思いました。サイト上では赤のレザージャケットと合わせられていました。シューズはレザーシューズやボリューム感のあるシューズがいいんじゃないかなと思います。ディテールについてですが、デニム部分は5ポケットデニムのボタンフライになってます。黒のデニムでダメージ加工やブリーチ加工がされています。このデザインがとても気に入ってますね。でこれが多分黒ダメージ加工とかブリッジされてなかったら黒であんまりこの下部分が目立たないと思うんですけど、まあ、黒でブリーチ加工っていうぐらいがちょうどいいんじゃないかなと思います。サイズは、50ですが、丈感はそこまで長くなくて、裾丈は履く位置で調整することができると思います。サイトでは188センチの人が48を着ていたんですけど、ほんまかいなと思ってます。多分ですけど結構腰で履いてたんじゃないかなと思います。はい、2つ目はこちらのダブレットの T シャツです。ダブレットは日本のブランドで、ここ最近ずっと人気のブランドの一つだと思います。割と毎シーズンダブレット買ってるんですけど、今季のダブレットもめちゃくちゃいいです。テーマが治癒なんですけど、このテーマをゾンビとかエクササイズとか健康器具で表現しています。エクササイズ的な要素だとトレーニングベルト、ゴールドジムのトレーニングベルトであったり、ザバスのプロテインのバッグみたいなアイテムが出たりしてます。ゾンビ部分だと、まあ、こういうゾンビのグラフィックのアイテムであったり、スリラーの PV でマイケル・ジャクソンが着ているレザージャケットだったり、あとはゾンビってこう傾いて歩いてると思うんですけど、その傾きをシルエットで表現したシャツとかニットとかが出てたりします。ファーストデリバリーでザバスのカバンが出てて、で速乾してるんですけど、マジで買わなかったことを後悔してます。ゴールドジムやザバスのように直接的に表現しているものもあれば、素材感やシルエットでゾンビっぽさを出しているものもあって、そのバランス感覚と遊び心が毎回度肝を抜かれます。 25SS は推ししか勝たんというテーマなんですけど、このようにいかついアイテムが揃っているので、来季もめちゃくちゃ楽しみです。今回購入したのはこちらのウィズム別注の T シャツで、お値段は 18,700円で、サイズは XL を購入しました。ゾンビがチンニングしているというデザインになってます。で今季のテーマを踏襲しつつ、なんじゃこりゃみたいな、この T シャツが話題になるようなデザインとなっています。ウィズム別注は毎季やってて、前回だとバックトゥーザフューチャーとパルプフィクション、その前だと私も持ってるジョーズの T シャツですね。結構ウィズムとの別注の T シャツは遊び心があって毎回欲しくなっちゃいます。でサイズ感はいつも通りオーバーサイズで、まあ、少しフェード感があるボディになってます。で僕の好きポイントですけど、この首元が結構緩いっていうところですね。はい、では早速着ていきたいと思います。はい、着てみました。パンツは AW のアイテムですが、デニムなので通年着られると思います。
夏はシンプルなファッションになりがちなので、面白いグラフィック T シャツやデザインの効いたパンツがあると非常に助かります。シューズは三原のボリューム感のあるものと合わせてみました。女性受けは皆無だと思いますが、今の自分としてはとても気に入っているスタイリングです。はい、2着目はオーラリーのデニムシャツとクラークスで合わせてみました。黒でまとめているので地味なスタイリングになりそうですが、パンツのデザインが効いているのとそれぞれ違う素材感なので、いいバランスになっているんじゃないかなと思います。シューズはシュプリームコラボのエナメルのテリテリしたやつで、値段はシューズにしては安かったんですけど、めちゃくちゃ気に入ってます。はい、いかがだったでしょうか。ダブレットは、今季他のアイテムだとベルトとかデニム、あとはボロボロのジャケットとかも狙っているんで、まあ、今後のデリバリー非常に楽しみです。ディーゼルのデニムは今後も買い揃えようと思っています。はい、ということで本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。